はい、こんにちは。こんにちは。はい、お名前は斉藤花代です。斉藤花代です。あ、斉藤花代さん。はい、出身地は千葉です。あ、なんか大阪っぽいね。千葉なんだ。関東なんですけど、はい、千葉、はい、千葉のおすすめはありますか？千葉はやっぱりディズニーランドですね。ディズニーランド最高ですね、はい、東京ディズニーランドなんですけど、千葉にあるんで、私のおすすめの場所です。あ、なんかミニーマウスに似てるよね、そういえば。え、私がですか？だからかな。初めて言われたんですけど。わかりました。じゃあ、最後に日本文化について教えてください。日本文化は、すごく特徴的で、すごく好きです、私。どんなところが？なんか、どんなところが、日本文化の、やっぱり食べ物が美味しくって。食べ物美味しいよね。ヘルシーだし、ちょっとソルティーだけど、でも美味しくって健康的だし。そうだね。和菓子とかすごい好き。きなこが好きです、私。あ、和菓子の 何が好きなの？きなこです。きなこ、きなこってどんなやつ？なんか、黄色くって。黄色くてパウダーみたいな。へー、パウダー。へー、あ、そうなんだ。おすすめのきなこを売ってるところとかってあるの？やっぱ京都が一番。京都がいいんだ。京都が一番美味しい。京都のわらび餅はすごく美味しいです。へー、皆さん京都に行った時はぜひわらび餅を。わかりました。ありがとうございます。